アフリカ、冒険する心をかきたててやまない遥かなる大陸に世界一過酷なラリーが帰ってきました。スペイン南部の町グラナダ、パリダカールラリー、通称パリダカの名で知られてきたこのラリーは、前回からスタート地をこの町に移しました。次々と町にやってきたマシンの中でひときわ目を引くのがフランスのシトロエンです。四輪部門で2年連続優勝、このラリーのために作った4台のスペシャルマシンで今年も優勝を狙います。エースはピエール・ガルティーヌ選手、シトロエン2連覇の立役者です。日本の三菱チームです。三菱もスペシャルマシン4台をエントリー。ここ2年シトロエンに奪われてきた王座の奪回を目指します。篠塚健二郎選手、今回で11回連続の出場です。最高成績は2位、日本人初の総合優勝に期待がかかります。増岡宏選手、今回初めてスペシャルマシンのステアリングを握ります。目標はズバリ優勝ですか？もちろんやっぱりファクトリーチームで走ってる8台っていうのはね、やっぱりそれぞれ優勝できる可能性がある車だし、チームだし、ドライバーだし、ナビゲーターだしね、みんな優勝を狙って出てきてるっていうことですからね、やっぱり8台の中で優勝が決まると思いますけど、ね、トラックからバイクまで全ての車両で出場できるこのラリー、アフリカの大地に憧れを持つ人なら誰でも参加できます。ワークスと呼ばれる企業チームから個人参加の選手までプロアマを問いません。この精神ゆえグラナダ・ダカールラリーは世界最大のラリーとなりました。個人参加の一人、モータージャーナリストの柏秀樹選手は41歳でこのラリーに初挑戦します。魅力はと言われると果てしなく続く地平線、本当にね、これ半分はね、こっち側半分ではものすごく嬉しいんですよ。だけどこっちの半分はね、誰もいないでしょ、前にも後ろにも、もうすごい怖いんですよ。これがこう背中合わせてずっと走っていく、それはそれが正常な面白さなのかどうかわからないんですけど、それをこうずっと走っていくっていうかね、間をね、そこの辺だと思います。12月30日、ラリー幕開けの日です。今年は261台がスタート台に上りました。今回のラリーには日本から4輪2輪合わせて22台、40人の選手が参加しました。アフリカへの思い、勝利への執念、遥かなるダカールを目指して選手たちは走り始めました。ラリーは初日から自然の洗礼を受けました。グラナダ郊外のオフロードコースは5年ぶりの大雨で泥の海です。
このラリーでゴールまでたどり着けるマシンは毎年半分以下。コースの設定が厳しかったり異常気象が起きた年は完走率は 30% まで落ち込みます。初日からの大雨は選手たちにラリーの厳しさを見せつけました。夜、ラリーの一行はスペインの港町マラガからフェリーでアフリカに向かいました。明日の朝には憧れのアフリカです。今回のラリーはアフリカ5カ国と1つの地域を16日間かけて走ります。アフリカ上陸後、モロッコのアトラス山脈を越え、モーリタニアのサハラ砂漠に入ります。その後、マリ、ギニアを通過してセネガルの首都ダカールに至るまでの7600キロのコースです。選手たちを引きつけてやまないアフリカの大自然。しかし、その美しさの裏には選手たちの体力を容赦なく奪い、挑戦する気力をあっけなくくじく過酷さが潜んでいます。ラリーはアフリカ初日を迎えました。アフリカ初日のステージはアトラス山脈越えから始まりました。道幅の狭いコーナーが連続する高原地、一歩間違えば転落です。ラリーは早くもシトロエンと三菱の一騎打ちとなりました。三菱の篠塚選手、サハラ砂漠に入る前にシトロエン勢を突き放すのが今回の作戦です。序盤戦から勝負をかけます。アフリカ初日を制したのはシトロエンのアリ・バタネン選手、過去4回優勝の大ベテランです。篠塚選手は果敢に飛ばして3位でゴール。悲願の優勝に向けて順調な滑り出しを見せました。一生懸命こう集中して走っててもね、石にねこうドンってこう当たっちゃったりねするからね、すごく難しいところだったね。出来としてはご自分としてどうですか？まあまあいつもね初日なんかこう調子悪いんでね、まあ、今日はまあまあの感じで走れたんじゃないかなと思うんだけど、まあ、そんなに悪くないと思いますけどね。アフリカの大地に足を踏み入れた日本人選手たち、速さでは篠塚選手にかないませんが、思い思いのペースでアフリカの大地を駆け抜けていきます。柏選手は初日のステージを無事終えました。途中転倒もありましたが、日本人ライダー6人中2位でゴールインしました。初めからそういう失敗は知らず無理だったけど、ね、ちょっと相当やっぱりこう変化してるんで、瞬間見放しただけでもなっちゃうで、持ち直せるかなと思ったけど、まあ転んで少し後は慎重に走りました。1月1日、アフリカで迎える新年です。前日まで3位の篠塚選手、トップからわずか3分16秒差でのスタートです。この日のステージは起伏の少ない高速コースです。選手たちはアクセル全開で飛ばします。
しかしコースのところどころには川が干上がった後にできた大きな溝が点在していました。この溝が優勝争いの行方を大きく左右しました。185キロ地点で止まっている1台のマシンがありました。篠塚選手のマシンです。ナビゲーターとの一瞬のコミュニケーションミスで溝に突っ込んでしまったのです。いずれにしても部品がないとどうにもならないんで、トラックが来るまで、外せるとこ外して、トラックを待って、いきます。事故当時のスピードは160キロ前輪のサスペンションが大破しました。この日は不運が重なりました。部品を積んだサポートトラックがエンジンの故障を起こしていたのです。篠塚選手は8時間トラックを待ち続けました。篠塚選手がキャンプにたどり着いたのは深夜になってからでした。トップから遅れること16時間、一気に135位まで落ち、優勝への望みはわずか3日で断たれました。いやもうとにかくがっくりきましたね。元日早々がっくりときたけど、ね、でも自分の責任だしね。なんとも言いようのないがっくりあったけどね。とにかくなんかこう力が抜けちゃったっていう感じかな。夜を徹した作業で篠塚選手のマシンは修復されました。篠塚選手は残り13日間チームメイトのサポート役としてラリーを続けることになりました。例年になく過酷なモロッコのステージ。サハラ砂漠を目にすることなく46台70人以上の選手が姿を消しました。1月2日のゴール地点に一人のライダーが倒れていました。安藤秀明選手です。前回は残り3日でリタイアしています。安藤さん、はい、大丈夫ですか？いやちょっと転倒じゃなくてジャンプした時にくぼ地に落ちちゃって、それで腰を打ったんですけど。診断の結果は背中と腰の打撲でした。主催者からはラリーを諦めるよう勧められました。サハラ砂漠、果てしなく続く砂の世界は人間の想像を超えた空間です。ラリーはいよいよモーリタニアの砂漠地帯に入ります。1月4日のセマラから6日ゼーラテまでの1500キロのコース、ほとんどが今回新たに設定されたコースです。ラリーはさらに厳しさを増します。憧れの砂漠のステージが始まりました。サハラ砂漠を抜きにしてグラナダ・ダカールラリーの魅力は語れません。美しい一面の砂の大地を全速で駆け抜ける体感は全ての選手を魅了します。
この砂漠を走るために選手たちはラリーに参加するのです。しかし砂漠を走ることは簡単ではありません。連続する上り斜面が徐々にマシンのスピードを奪っていきます。一旦スピードを失うと砂の中に埋まってしまいます。逆にスピードを上げすぎると今度は危険性が高まります。Elle engage toujours de devant. Et voilà. Ce qu'il faut pas faire, c'est la merde. La moto est très lourde. コース中間点の給油場です。サハラ初体験の柏選手は早くもラリーの厳しさを実感していました。あと300キロもあるのか。どうでもいいよ。みんな元気だな。よく走るよ。本当にいい年して、俺もいい年してるけど周りの人もみんないい年して元気だな。みんなモータージャーナリストの山村雅康選手は今回で4度目の出場です。去年は完走を果たしているだけにラリーのペースを知っています。表情にも余裕がうかがえます。元気ですね。やっぱりあのね、今とぼけたこと言ったと思ったでしょ。でもね、このあんまりね、この真っ青とかっていうのはね、半分ぐらいですよ。僕の今まで経験だと、あの砂曇りっていうのが多いんですよ。でこうやって青い空が見えるってね、まあ珍しくもないんだけど、半々ぐらい。山村選手の目標は20位以内の完走です。成績よりもアフリカの自然と触れ合う一瞬一瞬を大切にして走り続けています。憧れの地であったサハラ砂漠が選手たちに牙を剥き出しました。照りつける太陽と深々とした砂が選手たちの体力、そして気力を奪っていきます。砂漠初日、この日だけで19台がリタイアしました。リタイアした選手たちが一番恐れているのは広大な砂漠に取り残されることです。ラリーの最後尾を走る1台のトラック、カミオンバレーと呼ばれるトラックです。バレーとはフランス語でほうきを意味します。つまり砂漠の掃除屋さんです。リタイアしたマシンと選手を回収して回るのが役目です。リタイアした虚脱感と救われた安堵感が車内に漂います。次のキャンプまで選手それぞれの思いを運びます。Ha ha 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 ha!
キャンプに無事にたどり着いた選手たちには最大の楽しみ、夕食が待っています。フランス人が主催するラリーだけに食事にはこだわっています。前菜、スープ、メインディッシュにデザート、そしてワインかビールがつきます。毎日3500人分の食事が用意されます。砂漠の真ん中とは思えない豪華さに、このラリーの精神的な豊かさが垣間見えます。これはっきり言ってパリで食べるよっぽどうまいね。じゃあ予想するよりもすごい美味しかったね。美味しい。激しく優勝争いを繰り広げるシトロエンと三菱チーム。しかし5日目を過ぎたあたりから優勝争いが大きく動き出しました。過去2回優勝の三菱サビー選手、一瞬のスピードの出し過ぎが命取りとなりました。ドライバー、ナビゲーターともに無傷だったものの、サビー選手は篠塚選手に続いて優勝戦線から脱落しました。一方のシトレインチーム、1月4日、これまで圧倒的な速さでトップに立っていたバタネン選手にトラブル。パンクしたタイヤを外せずそのまま走行、優勝争いから一歩後退です。翌5日、この日まで2位のフォントネ選手もフロントサスペンションの故障で止まってしまいました。元日のアクシデント以来、サポートに回っていた篠塚選手に初めての役目が回ってきました。4人がかりで修理にかかりますが、応急処置では手に負えない故障でした。Okay. I decide. Yeah. Yep. Okay. Okay. Il dit il a décidé, il donne. Non, no, I get, decide. Yep. What did you decide? Jean-Pierre Fontenay broken the upright. Okay. Then we give to.Upright to him. Right, 私の今までのそのドライバーの生活の中で、こういった経験は初めて、しました。なんかこう自分の、身を削って、まあ、その優勝の可能性のある人に渡すっていう、まあ、初めての。経験をしたんで、まあ、すごく辛いなって本当に、ね、思いました。でもやっぱり、優勝の可能性のある車に、ベストのものをあげるっていう必要が、まあ、あったわけで、まあ、明日からももし、まあ、その必要があれば、そうせざるを得ないなっていうふうに、思ってます。ライバルたちの脱落を尻目に、ミスを犯さず集中力抜群の走りでトップに立ったのがシトロエンのラルティーグ選手でした。このラリーで勝つペースを一番知っている選手です。大本命の登場です。4台中3台が脱落した三菱チーム、最後に残ったのが増岡選手です。
ここまで慎重な走りで大きなトラブルもなくじりじりと順位を上げてきました。そして前半戦の締めくくりの1月6日シトロエン勢を抑えてこの日のトップ5を叩き出しました。バタネン選手に代わって3位に浮上、篠塚選手の陰に隠れていた福平に後半戦の期待が集まりました。前半戦はシトロエンチーム優位のまま終わりました。増岡選手はトップと1時間41分差、十分逆転可能なタイム差です。1月7日ズエラテの朝、いつもと違いキャンプ地には穏やかな空気が流れていました。この日は大会期間中最初で最後の休息日です。この日だけは選手たちは思い思いの時を過ごせます。砂漠の真ん中でアイスクリーム作りと思ったら、なんと手動の洗濯機。服を洗うなら人間も洗ってほしい。これは手作りのシャワーです。砂漠では貴重な水、久しぶりの水の感触が心と体をリフレッシュさせます。気持ちですか？だってね、なんかね、湿気ってね、気持ち悪かったから今日一日干したんですけど、干したらすごいほこり。後半戦に向けて準備しているのは1月2日のゴールで倒れ込んでいた安藤選手。主催者からの再三のリタイアの勧めを断り、痛みをこらえてラリーを続けていました。腰とか背中ですよね、痛めたのは。具合はどうなんですか？ちょっとエンジンをかけるのが問題ありますね。キックスタートなんで、そのキックがなかなかできないっていう感じで、あと倒しちゃうとまずちょっと起こせないですね。今年はかなり暑いんで、なんか異常気象らしいんですけど、その暑さ対策で、まあ、無理をしないぐらいで、まあ、無理をしなくてもと言っても、無理をしないとゴールにたどり着けないんですけど、このレースの場合は、なるべくもう体と相談しながら、まあ、バイクの方は問題ないんで、とにかく体だけですね。柏選手も前半戦を乗り切ることができました。初出場ながら日本人ライダーではトップの46位と健闘していました。柏選手の休日はマシンをいたわることに費やされました。経験が豊かな人の話を聞くとね、どんどん砂漠のきついところを楽しみなさいと言うんですよね。僕それどころじゃない、できない、そんなの。先に早くね、砂漠抜けたいと思うことばっかりでね。でももちろん景色とかたまに見ますけど、そので車と同じようにタイヤにね、もうはまってしまった時は砂を手で自分でかいて、そういうこともやってるんですけどね、こうまだ怖いとかね、早くしなくちゃとか、楽しむ余裕はね、まだでも多少はできるようになったかなっていうぐらいで、まあ、そこがやっぱり経験のある人とね、で僕みたいに初めての人はだいぶ、それとね、明日明後日はもっときついぞと、もっと綺麗だぞで楽しめと、僕にしてみればね、おお、これよりきついのかという正直なところドキドキしてます。
56位と順位は今一つ振るわない山村選手。しかしこれも作戦のうちです。前半戦を抑えて走り、後半戦一気に勝負をかける腹積もりです。表情にもまだまだ余裕がうかがえます。おいしい。例えば日本で都会で生活してると、ああなんて空がこんなに綺麗なんだろう、なんて風がこんなに心地いいんだろうっていうのをあんま感じないじゃないですか。時として感じるんだけど、そんなにこう通説にね感じないんだけど、それが生きてる実感なんだけども、そういう大自然の中で自分が生かされてる、で生かされてる自分がどういう人間なのかっていうのを再認識したり再確認したりっていうのが私にとっての魅力です。自分が分かっちゃう、ある程度。いや、もろに分かっちゃう、ある程度なんで、もろに。どんな自分でした？いいやつですよ。ダリーは後半戦に突入。モーリタニアの砂漠のさらに奥深くまで入り込みます。3日間で1800キロも走るダリー最大の山場です。トップからおよそ1時間40分差の増岡選手にとって、砂漠最後の3日間はシトレーンとの差を詰めるラストチャンスです。上位のマシンに大きなトラブルがあれば総合トップも夢ではありません。しかし相手はしたたかでした。先行していたシトレーンの2台はあえて三菱の2台と技術つなぎの展開に持ち込みます。さらにシトレーンチームは三菱の松岡選手らに道を譲り、その後ろにつけました。こうすればルートを見失う恐れもなく、タイム差を大きく縮められる心配もなくなります。追う立場の三菱チームは危険を承知で先行するか、相手のアクシデントを待つしかありません。シトレーンの鮮やかな作戦です。結局増岡選手は砂漠でほとんど差を縮めることはできませんでした。日本人ライダー6人のうち、ここまで残ることができたのは山村、橋は、安藤の3選手だけでした。1月8日は彼らにとって苦難の日となりました。この日のステージで選手たちを一番苦しめたのが、わずか6キロほどしかないガレリア谷の慣れ場でした。砂と岩が入り混じるガレ場、オートバイの選手には特に過酷なステージです。深々とした砂はマシンを沈め、硬い岩は逆にマシンを跳ね返します。転倒なしで通り抜けることは困難です。安藤選手もガレ場の餌食になります。腰の痛みがピークに達していた安藤選手、一人でバイクを起こせません。しかし安藤選手には月がありました。順位を追わず、困っている選手を助けながらダカールを目指しているスロベニアのスタノニック選手と、ドイツの女性ライダーメイヤー選手に助けてもらいました。背中が痛くてバイクのスタンドも立てられないのに、こんなところに来て痛くて、もう。Oh, he's fun. But very enjoy. Yeah. You enjoy it? Yeah. Now? Yeah. For sure. Smile. So you help everybody? No, just this man who met him. But
all people who is who are here, it's my friend. You are strong. You are. Yes. We call you Hercule. Wrong, wrong. Yes. It's just. It's so great, huh? Okay. Thank you very okay, much. No problem. Okay, now.柏選手もガレ場で苦しんでいました。柏選手は前の日から脱水症状を起こし、熱も40度近くありました。ガレ場が厳しい上、全身に力が入りません。休み休み進むしかありませんでした。Japanese? Yes. It's difficult in Japanese? 難しい。すごい難しい。激しい腹痛と朦朧とする意識。ライダーの本能だけで前に進む柏選手。しかし、この日のゴールまで370キロもありました。これまで順調だった山村選手もガレ場でストップしていました。Fuel, no problem. Fuel, fuel is okay. Okay. Like this. And I change spark plug. Spark plug. Ouais, les bougies. That. ストップしてから5時間後。山村選手のチームのサポートトラックがようやくやってきました。トラックにはメカニックの人たちが乗っており、部品も満載しています。山村選手は最後の望みをかけます。お父さん、お父さん、はい、シャンジースパークプラス、山村選手のバイクのエンジンは軽油の混じったガソリンを給油されたため異常をきたしていました。一旦エンジンを止めるとかからなくなってしまうのです。なんとか山村選手にラリーを続けてほしいと、スタッフもあらゆる手を尽くします。しかし軽油が混じったガソリンは予想以上にエンジンにダメージを与えていました。エンジンが再び息を吹き返すことはありませんでした。チャンピオン、impossible here. So you give up? I don't drive. I don't drive. Give up. But no way out. In this moment, nothing to do. 体力にはまだまだ余裕を残す山村選手にとって。マシントラブルによるリタイアは不本意なものでした。残る日本人ライダーは2人となりました。痛みをこらえながらキャンプにたどり着いた安藤選手です。初完走への執念が彼を支えています。去年はまあ目標としてはマリダカールを完走するっていうよりはマリダカールに出てみてどんなもんかなっていう感じだったんで、特に終わった後はその悔しいなっていうのはそんなになかったんですけど、やっぱりゴールした後でやっぱり達成したっていうのはあるんじゃないですかね。ゴールの手前でたとえ1メーター手前でも止まってそこから何も動けなくなっちゃったらリタイアになってしまうんで、夜8時半過ぎ、13時間と22分をかけて柏選手が到着しました。しかしゴールしたにもかかわらず、自分が一体どこにいるのかわからないくらい意識は朦朧としていました。
この日の柏選手は食堂にたどり着くのがやっと、すぐに眠り込んでしまいました。夕食を二口食べただけでした。翌9日、この日は632キロと今大会最も距離の長いステージです。東京岡山間に匹敵する距離の砂漠を走り抜かなくてはなりません。次々とスタートする選手たち、スタート地点に着いた柏選手、自分一人ではウェアを着られないほど体力を消耗していました。スタートは切りましたが、意識が朦朧としているため、今日のコースとは違う方向に走ってしまいました。コースの間違いに気づくまでかかった時間は30分。柏選手は気力を振り絞り再びスタートしていきましたが、砂漠のステージを無事乗り切れるかどうか心配されました。終盤戦ラリーも残すところ4日となりました。しかし栄光の地ダカールまでにはマリ・ギニアの熱帯の森といくつもの川を越えなければなりません。選手たちにとっては最後の難関です。長かった砂漠のステージを終えるとラリーの景色は一変します。疲れた。もうがねえな。人々のにぎわい、そして生活の匂い。砂漠とは異なるアフリカのもう一つの表情です。終盤に入ってもシトロエンのダルティーグ選手が依然として1位、増岡選手も必死に食らいついて3位の座を守り続けます。その増岡選手の後ろを突き沿うように走るのがサポート役の篠塚選手です。チームメートの逆転優勝に望みをかけます。1月11日、コース上に三菱のマシンが止まっていました。増岡選手の車でした。突然現れた地元のトラックを避けた際、切り株にぶつかり前輪のサスペンションを壊してしまったのです。待ちわびていた篠塚選手が到着。何が起こった？木のね、根っこにちょっと引っ掛けちゃったらね。一刻も早く復帰してもらいたい。篠塚選手は懸命のサポートを行います。再び走り出したものの、このトラブルで1時間のロスタイム。増岡選手は総合で5位に後退してしまいました。
ここでね、ちょっと無理することないんだけど、ちょっとあれだね、焦ってたんだろうな。ラルティーグ選手はこの日もトラブルなしでゴール。2位に1時間余り、増岡選手には2時間26分の差をつけて安全圏に逃げ込みました。ダカールまで3日を残し、2人のラリーはこの日で終わりました。1月12日、ラリーも大詰めです。柏選手は砂漠を何とか乗り切り、まだ走り続けていました。バイクは厳しいコース条件と度重なる転倒で、柏選手の体と同様にかなり痛みが進んでいました。柏選手もバイクも限界の時が近づいてきました。マリからギニアに渡るこの日は、主催者が緑の地獄と呼ぶほどの過酷なステージです。選手たちを一番苦しめたのが、コースを横切る幾筋もの川でした。雨の影響で主催者の予想以上に川の水位が上がっていたからです。水を吸い込み、エンジンが止まってしまうバイクが続出しました。再びエンジンをかけ直すまで、選手たちは大変な労力を強いられました。また森の中を走るコースも、追い越しができない細く険しい一本道、ラリーは混乱しました。ぬかるんだ大地も選手たちを苦しめました。この日トップグループを除いて、ほとんどの選手が渋滞に巻き込まれました。この日のゴール、ギニアのダベ。日のあるうちに帰ってくる選手はほとんどいません。夕方、篠塚、増岡、両選手以外の日本人選手がこの日初めてゴールインしました。日本の人たちまだあのバイクは見なかったんだけど、ついてない日本の関係者は。あ、そう、大丈夫、絶対来る。僕はあの心の中でサポートしてるから、あの二人を。日本人選手のほとんどは日没後のゴールでした。スタートしてから12時間、ようやく安藤選手が戻ってきました。いや、今日は一番きつかったですよ。砂丘よりきついですよ。砂丘よりきつい。いや、あの川あたりのところで渡ったんですけど、あのエアクリーナーがちょっと湿ってで、かからなくなっちゃったんですよ。この夜、柏選手はキャンプに戻ってきませんでした。
1月13日の朝、柏選手は未だに帰ってきません。スタートの30分前までに到着しなければ失格となります。日本人ライダーとしてただ一人準備をしていた安藤選手も柏選手の到着を待っていました。あと2時間ぐらいでもしかするとガルバあたりからは帰ってくれる距離なんですけど、どうなってかちょっと分かんないんで、うん、でも日が出てからさ走り出しても間に合う距離だもんね。そうですね、しかし時は刻々と過ぎていきます。午前8時、ラリーがスタートしました。柏選手のリタイアが確定しました。日本人ライダーで残ったのは安藤選手ただ一人となりました。この日のゴール地丹波くんだに柏選手が現れました。昨日のステージで川を渡る際エンジンを止めてしまいました。その後再びかかることはありませんでした。ダカールまであと2日、柏選手無念のリタイアです。俺なんか全然ひよっこ、よく分かった、分かってたけどよく分かった。下痢しようがな、何しようが、やっぱ走りきるだけの体力がなきゃダメ。もう全然弱いこれはと思って、前の俺は泣いてたけど、今はこの俺のしか状態しかないんだからね。それでこれがこれなんです、私なんです。自分でこうやって言い訳するしかないわでも今は僕なりに頑張ってここまで来たっていうね、14日ではなくて12の僕のパリ高だったということで、なんか嬉しいような、泣きたくなるような、疲れたような、なんかこんなぐちゃぐちゃな状態、それも気持ちが悪くないぐちゃぐちゃ状態、ラリーの終着地、セネガルの首都ダカールです。大西洋に面したこの町は古くからアフリカとヨーロッパを結ぶ貿易の拠点として栄えてきました。1月14日、ダカールの海岸沿いに設けられた最後のステージ、選手たちが一斉にスタートしていきました。レーススタートから16日、ここまでたどり着けたのは出場261台のうち121台に過ぎません。この日のステージは20キロ、事実上のウィニングランです。完走できた喜びを思い思いの走り方で表現します。的な強さを見せつけたシトロエン。出場した4台が1位から5位までに入る完璧な勝利でした。ダルティーグ選手は3連覇達成です。序盤でつまずき、チームのサポート役に徹した篠塚選手は17位でゴール。今回は辛いラリーになりました。やっと着きました。よく考えてあって、ものすごく面白いコースだったんでね、本当はね、勝負に加われればもっと緊張感があってね、もっと面白かったんだろうけど、まあ、また
来年に向けて、車を開発して頑張ります。増岡選手は後半のトラブルで6位に終わりました。感想おめでとうございます。ありがとうございます。またね、この次はね、絶対、もっと上行けるように、頑張りたいと思います。お疲れでした。どうですか今の、もう最後で終わってこれでいいパリダカールできました。ありがとうございました。今一番やりたいことは眠らへんね今何一番したいですか、終わってゴールして。和食食べたいおめでとう。まあ最後は無駄にしますよ。いい顔してますよ。ありがとう。すごく爽やか。よかった。ついに来ましたね。来ましたね。やっと終わりましたね。また来年も来たいですか。そうですね。また来年頑張って来れるようにしたいと思います。今回のラリーでは4輪2輪合わせて40人中21人の日本人選手が完走を果たしました。苦難を乗り越えて掴んだ栄冠です。アフリカ大陸を駆け抜けた選手たちの爽やかさとともに今年のラリーは幕を閉じました。アフリカ、そこは人が果てしない夢を見る大地です。大自然との戦い、そして自らへの挑戦。極限の状況に身を預け、選手たちは苦しみを克服する勇気、そして挫折を知りました。ダカールに行きたいというただ一つの目的のためだけに共に戦った16日間。ラリーには再び集まるという意味があります。そしてアフリカにはこのような言い伝えがあります。一度アフリカの水を飲んだ者は再びこの地に